世界レベルで起こっている環境汚染やエネルギー不足などの課題に対して、持続可能でより良い世界を目指す国際目標 SDGs、 2030年までの SDGs 達成に向けて、私たち日立造船グループは、クリーンなエネルギー、クリーンな水、環境保全、災害に強く豊かな街づくり、3つの事業分野を軸に、社員一人一人がサステナブルで安全安心な社会の実現に貢献、地球規模の環境問題に立ち向かっています。クリーンなエネルギー、地球に優しい再生可能エネルギーの活用。日立造船は廃棄物を衛生的に処理しながら燃やしたり、生ゴミや飼料汚泥を発酵させて回収したメタンガスを燃焼させたりすることで電気を生み出しています。 CO2 削減に貢献する自然エネルギーを活用した風力発電、私たちは陸上そして洋上の風力発電の事業地開発から建設、事業運営まで一貫して取り組んでいます。子どもたちが暮らしやすい未来を作るためにも、温暖化を抑制し地球に優しい再生可能エネルギーを生み出すことが私たちの役割だと思っています。中でもバイオマス発電のように地域のゴミからエネルギーを生み出すことは、ゴミ処理問題の解決だけでなく、エネルギーの地産地消にもつながり、サステナブルな社会を実現する上で新たな取り組みだと思っています。今後は私たちの施設が地域社会のエネルギー自立にとどまらず、環境問題を近くで学び共に取り組める地域になくてはならない存在となるよう努めたいと思います。クリーンな水、安全できれいな水を届け続ける、すべての生命の源である水、日々の生活に直結する上下水処理では、先端技術を駆使してかけがえのない美しい水環境を守るとともに、省エネや資源化技術の開発・ご提供を通じて、下水道の環境負荷の低減、循環型社会の構築に取り組んでいます。また世界的な水不足を解決すべく、渇水や災害に対してより安定した水供給を行えるように、海水淡水化事業を展開、海水から生活用水を作る設備を世界中どこでも販売・レンタルすることが可能です。私が普段取り扱っている製品は、フィルタープレスというろ過、洗浄、脱水機能を持つ小液分離装置となります。特に洗浄機能に関しては、精密な洗浄ができる炉盤構造となっており、皆様がお使いの携帯電話や電気自動車の部品、電気製品に多く採用されております。水を使用する現場と排出する現場の両方に関係しており、水環境の保全と社会を豊かにする生産活動の一端を担うものとして、大きな責任感と使命感を持って取り組んでいます。 Other countries like Southeast Asia, they don't have much provision of clean water. Also, some other countries, people need water to stay alive. For our provision of Hitachi Zosen technology, we can provide better clean and more secure water for their use, daily use, and also provide their better health. And because of that, I think our technology, if we can adapt to other people's, will be a great contribution to the world. 環境保全、災害に強く豊かな街づくり、町、暮らしの安心安全を守る。近年、大地震による津波や豪雨による浸水などの被害が深刻化、災害に強い街づくりが急務となっています。当社のフラップゲートは、自然の力で開口部を閉鎖する新しいタイプの防災設備です。防潮堤開口部などを閉鎖する陸上設置型、港の入り口を閉鎖する大型の海底設置型の建設が進んでいます。また豊かな暮らしに欠かせない食の安心安全を守るため、食品衛生管理ツールを提供しています。生産ラインの検査結果や画像を全記録、異物などが紛れ込まないようにすることで品質管理を維持します。当社はこれまで
橋梁や水門などさまざまなインフラ設備を開発し社会に貢献してまいりました。日々の生活に密着した部分では工場の生産ラインの段階で食の安全を守る異物選別機や食レコ等がございます。インフラ整備から日々の生活までこれまで当社が培ってきた技術を今社会に求められている技術に発展させることで安全かつ災害に強いまちづくりに尽力できればと思っております。この美しい地球を過去から現在そして未来へと受け継ぐために日立造船はこれからも当社グループの製品と活動を通じて SDGs の達成に全力を挙げていきます。地球と人のための技術をこれからも日立造船。